アローマンシュ、ポートエイバイアンズ・アーマンシュ、R95 は、フランス海軍の航空母艦で、同型艦はない。元は、イギリス海軍のコロッサス級の一番艦、コロッサス、HMS キャラスス、R15 である。1944年に竣工した、コロッサスは1945年から1946年まで、イギリス太平洋艦隊に所属し、イギリス太平洋艦隊において航空機の輸送及び、船団護衛任務についていたが、第二次世界大戦中に、正規空母、インプラカブル級航空母艦が続々と就役する流れで、軽空母の価値が低下した。その頃に1946年8月からフランスへ5年間の期限付きで貸与されたのが本艦である。艦名は、第二次世界大戦時、ノルマンディ上陸作戦での地名にちなんで、アローマンシュと改名された。小型ではあったが、使い勝手の良い本艦は1951年に約150万ポンドで、フランスが正式に購入して1974年まで使用された。なお、本艦はフランス海軍時代に第二次世界大戦後の歴史において、軍艦を発した初の航空母艦となった。イギリス海軍の空母で対戦機に設計された本艦はイラストリアス級航空母艦の後継艦となり、エンクローズドバウと大型のアイランドとオーバーハングした完備形状を持っていた。この時期のイギリス空母は全長を抑えた船体に幅広の飛行甲板が特徴であったが、コロッサス級においては全長を伸ばして細長い船体形状を採用し、船体はロイド船級協会の規格に沿った設計がられた。耐用年数を切り下げる代わりに戦時において最も重要な早期建造を目的として商船型規格を採用することで建造期間を短縮する目的であった。航空技装面においても既存艦と異なった。本級の設計時にはイギリス海軍は艦載機を半数をアメリカからの輸入で賄っており、最終的に艦載機の 64% がアメリカ製であった。このため本艦を含むコロッサス級の格納庫及びエレベーターはアメリカ製の艦載機を搭載可能とするためにアメリカ軍の規格で設計された。このため格納庫の高さはイラストリアスの 4.9 メートル、インドミタブルの 4.3 メートルに対して本級は 5.3 メートルに拡大した。船体構造は水面から艦舷までの高さが低い重厚な設計であった。水面から傾斜した艦首から航空機格納庫がせり上がるエンクローズドバウと呼ばれる形状を受け継いでいた飛行甲板の前後には各型のエレベーターが前後に1機ずつの計2機が配置された。飛行甲板右舷部には艦橋構造煙突が一体化し、その間に三脚型の主マストが立つ。部装は飛行甲板を阻害しないように配置され、主部装の 4cm ポンポン砲は8、連装砲がで艦橋の手前に1機と煙突の背後に1機ずつ、エレベーターの側面の舷側に砲座を設けて、片舷2機ずつの計6機が置けされていた。エリコン 2cm、76口径機関砲は、船体側面に張り出し、スポンソンを設けて19丁を装備していた。アイランドの背後に艦載機の揚収のためにクレーン1機がつく。艦載艇は格納庫の下に収容スペースを片舷3カ所ずつ設けて搭載され、小型のボートはアイランドの下に吊り下げられた。収益後に 2cm 単装機銃はボフォーズ 4cm、56口径機関砲が単装砲がで9機に換装された。1958年の改装で、飛行甲板には、左舷全部に張り出しを設ける形で、中心線から角度4度のアングルドデッキが設けられて、艦首甲板は発艦スペースとなり、この改造で、全幅は約39メートルとなった。エレベーターやカタパルトは、フランス海軍に採用されたブレゲーアリゼを運用可能とするために強化され、この重量増加に対応すべく、対空火器はすべてが撤された。またレーダーは DBRV22 アンペア型レーダーに更新されてマストが強化された。機関はこの時期のイギリス海軍艦艇で広く採用された、アドミラリティ式重油船小3度艦、ヨネ付きなし4機とパーソンズ式、ギリアードタービン2機で、最大出力4万2000馬力で、速力 25.5 ノットを発揮した。25ノット台の速力は艦隊における空母の使用実績に基づいて定められたもので、これ以上の速力が必要なケースは少ないという判断によって決定されるものであった。速力こそ高くはないが、イギリス空母として初の試みとして被害時の生存性を高めるために、機関のシフト配置を採用した。これはフランス海軍やアメリカ海軍で広く採用されていた。機関室は横隔壁で3つに分けられ、前後の機関室にボイラー2機とタービン1機ずつを1セットとして前後2セットを配置し、全部機関室の左側にボイラー2機、右側に右舷軸を推進するタービン1機を配置し、後部機関室はその逆であった。中央部に補給室やガソリンタンクが設けられて、一方が被害を受けても被害を極限できる考えであった。アローマン種は1946年8月にカサブランカに到着してフランス海軍で就役した。1947年10月から1948年3月にかけてトゥーロンのドックで整備された。その後に第一次インドシナ戦争に3ヶ月参加して1949年2月にトゥーロンに戻り、1951年にフランスに売却された。その後、1953年に再びベトナムへ派遣され、ディエンビエンフの戦いに参加、トンキン湾上から近接航空支援に従事し、その後の1954年にボアベローと交代してフランスへ帰還した。1956年より地中海艦隊に所属した本艦は第二次中東戦争に参戦して、両艦ラファイエットと共に海 4U で、アレクサンドリアを中心にカイロを空襲してエジプト海軍の駆逐艦2隻を撃破した。1957年から1958年にかけて改修されアングルドで帰化されて乗員育成任務に就いた。1959年に再びインド洋に派遣された。1960年代初頭にはクレマン層級の収益により第一線を退き、練習空母となった。1968年から1969年にかけて24機の対戦ヘリコプターを搭載する対戦ヘリ空母、対戦空母兼練習艦に改修され、1974年1月22日に除籍され、1978年にトゥーロンで解体された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。